青井大輝です。こんにちは。今日の企画はキキチェロをやってみたいと思います。2つのチェロの音色を聞いていただいて、どんな違いがあるか、チェロ好きな人にはたまらないコーナーになっております。まず聞いていただくのはモダンチェロとオールドチェロの違い、こちらをお聞きください。どうぞ。それではここでクイズです。モダンチェロとオールドチェロ、どちらのチェロで弾いているでしょうか。曲はサンサンスの白鳥です。いかがだったでしょうか。モダンチェロとオールドチェロの違い、不思議なもんでね、モダンチェロの方はとてもはっきりとした音色がして、結構音色がねストレートな分、ポップスとかやっぱりね、カラオケがついた状態で弾いたりしても、そんなに大丈夫なんですけど、やっぱり、音が軽いなっていう印象が僕はあります。オールドチェロの方は、とっても柔らかくて、で若干埋もれがちなんですけど、ずっと聴いていても飽きないような音色じゃないかなと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。